が金髪坊主に超簡単なブリーチテクニックをご紹介していきたいと思います。はい、まあめちゃくちゃ簡単なんですけど、こちらがブリーチ剤になります。はい、粉状のものと液体状のものを混ぜます。はい、で簡単なんで、まず手袋です。手で塗っていく感じですね。はい、手袋は必須になります。はい、でこの液体をもう手で混ぜちゃって OK です。ブリーチ剤を手で混ぜちゃいます。こうガン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 混ぜて、よく混ぜてあげた方がいいですね。これ混ぜてこうなんかこうなんていうんですかね、こう液体状になるまで混ぜるっていうんですかね、固体粉なんで粉が固まっちゃうんで、よーく混ぜてあげてください。はい、このようによーく混ぜます。はい、よく混ぜていただいたら、これまた簡単です。こう手でよく広げてあげて、はい、こんな感じ、手に広げてあげたら置くように乗せてあげる。はい、地肌に直接つかないように、ただ乗せるだけです。こうやって、はい、ほら、ただ乗せていく。はい、めちゃめちゃ頭皮につける、ゴシゴシこするんじゃなくて、この手で取ったもの、はい、手で取ったものをこのまま乗せるように、はい、乗せるように、置くように、はい、乗せていきます。はい、頭皮に直接つけるんではなく、ブリーチ剤を乗せるように、はい、置くように、こうで、こ頭皮につけないように、こうこするようにっていうんですかね、ベタっとつけるんじゃなくて、こう毛髪に乗っかってるよみたいなイメージです。はい、で後ろも当然、はい、後ろも手に広げていただいたら、このまま乗せるようにです。はい、ベタっとつけずに乗せるようにつけてあげてください。で耳周りとかも染め残しが多いんで、置くように置くように、ワックスをつける感じですよね。はい、こうやって短いんですけど、坊主短いんですけど、ワックスをつける感じで、こうやってで全体によく、地肌にはついてないので頭皮が痛くはないんですけど、ちょっとなんかスースーするな程度、はい、です。はい、あんまピリピリってついたらもう頭皮についちゃってる証拠なんで、こうやってよくこう置くように置くように、はい、はい、置くようにつけてってください。もう大体こんな感じで OK です。はい、こう手にこう広げたものに対して乗せるように、はい、地肌にはつかないようにしてください。ただただ乗せていくだけです。はい、こうやって頭皮にベターついてるように見えるんですけど、ギリギリです。はい、染め上がり見ていただくと分かると思うんですけど、頭皮ギリギリは染まんないんですよ、これ。だけど綺麗に自然な感じで染まりますんで、はい、超簡単です。めちゃめちゃただ置くだけですから、ワックスつけるようにこうやって乗せていく。はい、で染め残しがないようにちゃんと置いてってください。薬剤を乗せるようにです。はい、こんな感じで OK です。はい、そしたらですね、このままラップですね、ラップ、こちらです。ラップをさせていただく。はい、このラップもそんな難しく考えず、サクッと、はい、こんな感じ、はい、こんな感じ、はい、ちょっとラップしてあげて、はい、こんな感じですね。はい、あとは10分です。まあ大体10分から20分なんですけど、まあ坊主で短いんで、まあ10分ぐらいでもうだいぶ明るくなると思いますんで、まあ10分で僕は行きます。はい、まあ10分後にシャンプーしてトリートメントして、はい、もちろん頭皮とかお髪に徹底的にケアしたものを使います。はい、ただお家でやる場合はそういったものがないので、シャンプーを2回、トリートメントを2回、流しをしっかりするっていうことをテーマに挙げて、お家でブリーチしてあげれば頭皮痛みませんので、ぜひ参考にしてみてください。はい、それではこのまま10分時間を置いて流して仕上げてみますんで、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。はい、それでは10分時間を置かせていただきます。はい、それでは流して仕上げてみました。はい、いかがでしょうか。染まってます。はい、ただよく見てください、
根元の方には薬液つけてないので地肌根元ギリギリは染まってないです。はい、ほらほらほら、ちょっと黒いでしょ。ほら、こう見るとちょん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 ってちょっと黒いんですけど、ただ表面的にはもう非常にもうツルツルテカテカのピンピカピンみたいな、はい、非常に明るい感じになってます。はい、で、あの重要なポイントは頭皮にベタ付けするんじゃなくて乗せるようにつけてってあげると頭皮がこのように染まんないんで、根元ギリギリが染まんないんで頭皮は全く傷みません。はい、ただあのシャンプーしてトリートメントされる時なんかは特にこだわった商品をおすすめします。はい、それがセルフでご自宅でブリーチする場合はシャンプー2回トリートメント2回って徹底的にこのブリーチ剤を流してあげるっていうことがポイントになります。はい、非常に簡単なブリーチテクニックです。はい、まあ単発の方なんかはおすすめです。坊主になんかはもう特におすすめ、ただのせればいいだけ、なおかつ頭皮が傷まないんで、ほら根元ほら黒い根元黒い、微妙に、でもいいんです、いいんです、いいんです。このぐらいで頭皮傷めることの方がやっぱ嫌だなと思いますんで、まあ頭皮を傷めずめちゃくちゃ簡単にブリーチする方法です。ショートから坊主、メンズ坊主からショートにおすすめになりますので、ぜひ参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイのイエーイ。はい、いかがでしょうか。見ていただくとほら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 、めちゃくちゃ簡単にサササッとこう乗せるだけです。置くだけ、ワックスをつけるようにするだけで頭皮も傷まず、はい、綺麗にブリーチされます。はい、いかがでしょうか。よく見て感じてみてください。ほら、いかがでしょうか。綺麗に染まってます。根元はちょっと黒い、はい、ただ頭皮が傷まない、最高です。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。イエーイのイエーイ。ありがとうございます。